私たち伸びしろ体育課体講師の AKA モンスターアイドルです。はい、ガオオフノーです。はい、レオナエンパイアです。というわけで今回はですね、タイマーのみんなと先日行った鬼ごっこのねご褒美遊園地デートをできるということで、早朝鬼ごっこどもれた行き止まり、まあ、私たち2人で朝焼きちょっと早めに来まして、うん、なんと来るモモチとアイカに、はい、ドッキリ的なゲームをしつつ、はい、遊園地を回っていこうかなと思うんですけども、雨がね雨やばい、本当に中止になるかと思ったら全然ならなくて皆さん来たってなんで来たってなんでありがとうございます。それぞれだから二手に分かれて花屋敷を楽しんでいただいて、さっき渡したシールあるじゃないですか、はいはい、どっちがより多く貼れるか、なおさんは愛花さんに、レオナさんは桃地さんに、はい、バレたらそこで終了。うわーマジか、うわー終わっちゃうもん。え、これなんか勝ったらなんかあるんですか。勝ったら浅草でこの後終わりに勝ったチームだけでなんかご飯好きなもん食べていい。じゃあ私が勝てば愛花も一緒に、そう、あ、そういうこと、ご褒美を受けられるみたいな。はい、愛花さんもご褒美受けれます。あ、そうなんだ。テイマーのみんなもご褒美を受けられるかもしれない、はい、だからテイマーの皆さんもよりあ、手助けしてもらえたり、気をそらせるかっていう。今、あるからちょっとあっち気そらしといてっていうアイコンタクト取って、そう、いや意外と気づきそうですね。あんまりレオナから触ることってないから、急にどうしたんだろうみたいな。愛花さんは、いやー愛花は意外と気づかなさそうな感じしてるんで、あ、ここチャンスだなと思ったらもう一気に張りまくっちゃう、張って稼ぎたいなと思います。じゃあ待ちましょうか、はい、2人が来るの。皆さんはじめまして、私たち豆しらばたいの都内本省 AKA モンスターアイドルです。やったー遊園地デートでーす。やったー、待ちに待った。雨でも楽しいことには変わりはないので、テイマーのみんなも楽しみにできてくれたのかな。はい、かわいい、完璧な意味で、はい、あのでもみんなで移動すると結構大変そうならしいので、2チームに分かれて、私とアイカとレオナ・モモチでやろうと思うんですけど、テイマーのみんなもあの捕まえたメンバーと行動してもらうことになるので、おいしい、めっちゃいいじゃん。でもあの捕まえたのが悪いから、ご紹介しないね。笑い笑いでもまたすれ違うこととかもあるから、その時はね、あー、ヤッホーみたいな感じでやるので、というわけでこの2チームに分かれて1時間、はい、花屋敷を楽しんでいきたいなと思います。それでは花屋敷遊園地デートスタート。あの、私を捕まえたマサリンは愛花推しなんですよ。まだもん。だからそれはラッキーですよね。最初のファンになった2週間ぐらい愛花来た。2週間しかしか、じゃあ愛花はダメだというか、じゃあ捕まえなよ。触んなよ。射的やる？出た！射的行こうよ。射的、あれ1個落とせばいいの？そう、あ、でも射的はさ、落ちたやつがさ、あ、落としたやつがもらえるのか。え、あのネズミじゃない誰？ガッコちゃんじゃん。やってみてよ。え、やりたい。ここに普通の、これで、ここで持つのが正しいの？え、まず何でもいいじゃん。狙いは？真ん中のちっちゃい玉。めっちゃ上手いから。いくよ。お腹痛か？うん、ちょっと行くよ。うわー！あー！惜
これどうしよう、絶対行ける。まだこっちに来た時の方がいいんだよね。寒いよ。
え、25? 25? 成功だね。でもギリか。でもダメだ。すごいな。え、なんでなんでなんで、でもカーブめちゃくちゃお前。でもめちゃ残したよ。これむずいね。ボタンちっちゃいよ。押せるか。あ、これボタンちっちゃい。頑張れ頑張れ。これで1枚一斉。ほら、すごくないこれ。3枚9、10。頑張った、いいよ。
願い。11位。拾ってつければいいじゃん、タオみたいに。つけても落ちるんだよ。みんな拾ってくれてたんだよ。